はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。セブンスリバース、始めていきたいと思います。まず、デイリーダンジョンですね。はい。ですね、アサルトダンジョンが、また、アサルトバトルが、始まりました。28日までなんで、おそらく、収録時には、見えないかと思いますが、アーカイブということで、今回のアサルトバトルは、骨と化石のエトセトラ、蘇る、これ、骨竜って言うんだろうかね。報酬防具の2段階進化を目指せということで、まあ、そちらを、やっていきたいと思います。このなんかですね、ポイントによっていろんなものがもらえます。多くのポイントを稼げば稼ぐほど、もらえるプレゼントも多くなるので、頻繁にですね、入ってやっていった方がいいと思います。骨竜、ジュラシックパークの世界ですね。ちょっと今回いい、パーティーじゃない、かなり苦戦してますね。なんとか倒しました。お？卵を温めてますね。お、卵が帰りました。そして恐竜が、骨だけの恐竜が生まれましたね。わかります。恐竜のお母さんです。で、振り向いてますね、恐竜。
だそうです。星をゲットです。あとですね6分かかりますね。そこでですねアサルト対策バージョンをやりたいと思います。さてこちらも物語が進んでます。お、お、生まれました。でかい。いきなりか、でかい。結局逃げるんかーい。さて、逃げた後で。すごい迫力。ジギーレックスですね。恐竜ジギーレックス。わかった。まあ何度も同じ状況ですので。おお。簡単に倒しました。お、また卵が消えた。
お、まだ。なるほど。つくこととやりが苦手ってことですね。まあ、この辺も何回もやってるのでわかりますので、割愛させていただきます。さあ、そろそろ6分経って2回目ができるかと思いますので、アサルト行ってみましょう。つかないといけません。つける人。倒しました。ヨシさんです。さあ、これでまた。で、これで、OK です。
さあ、ダンジョンじゃない、サルト行きましょう。はい、倒しました。はい、ここまでとなります。ゲーム動画でいこうでした。またよろしくお願いします。